秋の行楽シーズン真っ盛り。今日は再開した WeLove 山陰キャンペーンでお得に楽しめるアウトドアスポーツのスポットを紹介します。鳥取県若桜町で開催中の若桜氷ノ山山フェス2021。こちらのグラススキー体験は通常6000円の価格がイベント価格で3000円、 WeLove 適用でなんと1500円です。今回私が参加するツアーで使うのがこちらのマウンテンバイク、なんと電動アシスト付きなんです。そして記者が体験したのは秋の若桜町を自転車で満喫する周遊ツアーです。こちらも通常5000円をイベントプラス WeLove で1500円です。四季折々ですね、様々な景色を楽しめるということがこのツアーの魅力になっております。ガイド付きで催されるこのツアー、所要時間はおよそ2時間で町内を周遊します。え、全然力いらないですねこれ。え、何これ。あ、すごい楽ちん。ツアーではまずスキー場からダウンヒル、小学校の分校跡に自転車を止め歩くことおよそ10分。あちらご覧ください、すごい落差の滝ですよ。うわ、迫力があるな。長い年月をかけ形成された巨大な岩石に囲まれた渓谷の先にあったのは権現滝。滝は3段に分かれていて総落差はおよそ30メートル。下からは上段と中段の滝は岩に隠れて見えませんが、近くで見るとその迫力に圧倒されます。この自然が作り出した雄大な景色と滝からのマイナスイオンも日頃の疲れが一気に吹き飛ぶ感じですね。いや、気持ちいいこりゃ。この他にもツアーでは杉並木のトンネルやススキが揺れる山道などを散策、まさに田舎の原風景を堪能できるコースになっています。はい、今日はお疲れ様でした。こちらは何ですか。はい、地元若桜町のお米で作った塩むすびです。召し上がってください。振る舞われるのは地元産品を使ったおもてなし料理。午前の部に参加した場合は塩むすび、午後は夏いちごを使った冷たいスイーツが楽しめます。うん、まあ、おむすびの美味しさもさることながらこの景色、これがごちそうですよね。なお参加者にはガイドが途中で撮った写真や動画で作成したムービーデータがプレゼントされるとのこと。スポーツの秋、食欲の秋、今なら大自然を満喫できるアクティビティをお得に楽しめます。